皆さん、こんにちは。今日のお昼ご飯は何でしたか？美味しいお昼ご飯は元気の源ですね。みんなで食べるとさらに美味しいですね。みんなで食べるといえば給食。給食の時間が楽しみだった人、なかなか食べきれず苦手だった人、どんな思い出がありますか？今日は昭和40年50年代の学校給食の人気だったもの、不人気だったもの、まとめました。人気メニュー、揚げパン。これは外せません。コッペパンを揚げて砂糖焼きなこをまぶした揚げパン、1950年頃に誕生しました。当時はお菓子も少なく、甘くて美味しい揚げパンは人気でした。毎日食べたいと思った人も多いのでは。家では作れず、学校でのみ食べられて特別感があった。給食限定の美味しさだった。ただのコッペパンがこんなにも美味しくなるのかと感動したなど、みんなに愛されています。この人気メニュー、実は誕生のきっかけが、学校を休んだ子供に美味しいパンを届けてあげたいという調理師の思いだったんです。当時給食は子供たちの大切な栄養源となっていて、休んだ子には近所の子から給食が届けられていました。そんな時代背景の中、当時の給食担当者がパサパサで人気のなかったコッペパンを時間が経っても美味しく食べられるように、パンを油で揚げるアイディアを思いつきました。さらに砂糖をまぶすことで乾燥を防ぐことに成功しました。時間が経っても美味しく食べられて栄養も取れるメニューとなりました。しかし現代では苦手な子も多いのだとか、小学生でもダイエットをする時代、カロリーは敵という風潮があるのでしょうか。ところで給食といえば、この先はレスプーン、どうして使われなくなったか知っていますか？1990年に文科省が、先割れスプーンで汁物を食べようとすると先っぽからこぼれてしまうため、こぼれないように口を持っていくことから犬食いになるとして改善を求めたそうです。こちらの竜田揚げです。学校給食のエースポジションでした。今では食べる機会がほとんどなくなりましたが、昭和50年代ぐらいまでは豚肉や鶏肉などは安価ではなく手に入りづらかったので、給食で出される定番メニューでした。当時の児童たちにとっては栄養豊富で低カロリーな女貴重なタンパク源でしたし、何より美味しかったですよね。家で肉を食べる機会が年に数回しかなかったので、楽しみなごちそうだった。肉料理がほとんどなかった時代なので、肉代わりとして美味しかったなどの声が上がっています。時々硬いところがあって、なかなか噛み切れないことがあったもの。良い思い出です。もう一度食べてみたいメニュー1位かもしれません。冷凍みかん。言ってみればみかんが凍っただけ。それなのになぜあんなにも美味しいのでしょうか。皮を剥くのが少し大変でしたが、冷たくてシャリシャリして特別な感じがしました。家で冷凍庫にみかんを入れたことのある人たくさんいますよね。でもなぜか同じようにはならないんです。調べてみると、給食用のみかんは水をかけながら冷却しているそうです。それであんなにジューシーな仕上がりになるんですね。冷凍することで保存性も高まり、輸送面でもメリットが多かったようです。暑い夏など大人になっても食べたくなります。突然ですが、ここで給食あるある、いただきマンモス。このフレーズ聞いたことありますか？毎日毎日元気な男子が必ず言っていました。何かそんなに楽しかったのだろう。幸せですね。続いては瓶入り牛乳。給食といえば牛乳。牛乳になっても味が苦手で苦労する子供は今も昔も多いようです。どうして脱脂粉乳や牛乳が必ず出てくるのでしょう。牛乳ってにご飯は合わない気もします。実は学校給食法という法律で、給食についてこんな風に定義されています。給食はパンかご飯またはその代わりになるものと、おかず、そしてミルクを含んでいなければならない。法律で決まっているとはびっくりです。給食といえば伝説のように語り継がれる不評だった脱脂粉乳は、1950年代半ばから徐々に姿を消し、代わりに普通の牛乳が広まり始めました。瓶の牛乳は飲むとみんな口ひげができるというのもあるあるでした。今でもたまに瓶牛乳を飲むときに口ひげができてしまうことありますね。
瓶入りの牛乳といえば、給食で出た牛乳瓶の蓋を集めている人もいましたね。めんこやコマにしたり、遠くに飛ばして遊びました。牛乳瓶の蓋は紙製だったから、きれいに取っておくのが大変で、洗うとふにゃふにゃになってしまうし、拭いただけじゃ匂いが取れなくて、机の中から古い牛乳の匂いがする子いましたよね。瓶入りの牛乳の他に、こちらに馴染みのある方も多いのでは。立体の三角のパックに入った面白い形でした。あの容器に入っているだけで美味しそうに見えるから不思議です。正式にはテトラクラシックというそう、スウェーデン発祥の飲料用の容器です。次はカレーライス。消えた給食が多い中で、昔から今でも買わないものもあります。日本人の国民食ともいえるカレーライス、昭和から現代まで変わらない人気メニューです。給食が始まった当初は主食が主にコッペパンでした。小麦の輸入と消費を維持するためだったそうですが、パサパサのパンは独特でしたね。そんな中で、温かくて腹持ちのいい米飯の提供は子供たちの念願でした。1980年代に入り、やっと月に何度か米飯が出るようになりました。そこで登場したのが学校カレーです。当時の給食のカレーは家のものよりも黄色っぽいのが特徴でした。カレーが給食に出されたことで国民食になったとも言われているようです。カレーの味がどこにもない給食独特の子供用の味で美味しかった。カレー類やご飯が全員配り終えた後も必ず残り、おかわりするのが楽しみだった。みんなで食べるカレーが美味しくかつ楽しかったという意見も、やっぱり楽しく食べるのが一番ですね。他にもこんなものがありました。わかめご飯。たまに出るご飯はパンダ多かったけど、たまに出るご飯は嬉しかった。家でも食べられたらいいのに、などの声上がっています。フルーツサラダ。ヨーグルトと缶詰のフルーツ、リンゴなどが和えられたサラダです。家ではなかなか出てこない真っ白な見た目はなんだか不思議な感じがしたものです。牛肉のオーロラソース。パンダ主食だったこともあり、洋風のメニューが多く開発されました。ほうれん草のクリーム煮、かなりおしゃれなメニューですよね。今回は懐かしの給食メニューをお届けしました。給食のメニューも時代とともに変化しています。最近ではバイキング形式で、好きなものを好きなだけ食べられる日もあるそうです。変わっていくものと変わらないもの、それぞれが新しい時代へつながっていきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画で懐かしさとともに、あの頃の活気や夢にあふれた時代を思い出していただけたら嬉しいです。これからも懐かしくて元気が出る情報をお届けしますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。